の空母一体何でしょうか。まるで赤城がネウロイになった時みたいでした。そういえば船体も少し赤城に似ていなかった。そっかな、私にはみんな同じに見えるけど。いや、あれはな。坂本翔さん、私から話すわ。ミーナ、あれはグラーフ・ツェッペリン、カールスラント軍所属の空母よ。あれ、カールスラントって空母持ってたっけ。リベリオンの他に空母を持ってるのってフソーとブリタニアぐらいだと思ってたけど。あら、失礼ですわね。ガリアにも空母ぐらいありますわよ。まあサイズは少々小さめですけど。あ、やっぱりガリアの空母って小さいんだ。ベリーヌと同じ。ね、何が私と一緒だとおっしゃいますの。分かってるくせに。あなたたちまだ話は終わってないわよ。ごめんなさい。失礼いたしました。では話を続けるわね。あれはカールスラント初の空母になるはずだった船なの。グラーフ・ツェッペリンは赤毛型3番艦がフソーからカールスラントに譲渡されて改装されたものだ。だからリーネの感じたこともあながち間違ってはいない。そうだったんですね。私もウィッチ用の設備搭載のために一時期協力していたことがあるのよ。はいはい。でもそれがなんであんなところに沈んでたんだ。カールスラント撤退戦の際に完成直前の状態で避難民を輸送して戻ってきていたのだけれど、その際にネウロイの攻撃を受けて。まあウィッチの護衛がいない空母なんか一発だよね。そうね。でもカールスラントには空母発着訓練を受けたウィッチも搭載機すらなかったわ。我が艦の船をネウロイにするなんて、沈んだ船ぐらい静かに眠らせてやれんのか。でもそのグラーフ・ツェッペリンを使ってネウロイは何をするつもりなんでしょうか。残念だけどそこまではまだわからないわ。今言えることは赤城の時よりも激しい戦闘になるのは間違いないということか。グラーフ・ツェッペリンはカールスラント内のネウロイの巣に向かっているそうだな。ええ、そうよ。だから次の戦闘ではグラーフ・ツェッペリンだけでなく多数のネウロイとの総決戦になるでしょうね。ああ、覚悟しているさ。私たちみんなが力を合わせて戦えばきっと大丈夫ですね、リーネちゃん。うん、そうだね、ヨシカちゃん。もうすぐ本艦はカールスラント領内に入ります。来るべき戦闘に備えて今のうちにしっかり休息をとっておくように。いいわね。はい、はい。そこを見て、リーネちゃん。あんなに大きなネウロイの巣。ほんとだ、夜でもあんなにはっきりと見えるなんて。どれだけのネウロイがカールスラントにいるのかな。あ、宮藤とリーネだ。何やってんの。あ、ハルトマンさんとバルコールンさん。リーネちゃんと一緒にあれを見てたんです。ああ、ネウロイの巣。もうすっかりカールスラントを覆い尽くしちゃってるよね。ネウロイに襲われる前のカールスラントってどんな国だったんですか？カールスラントに興味あんの？はい、皆さんの故郷がどういう国だったのかぜひ知りたいんです。ふーん、まあ隠すようなことでもないしいいよ。カールスラントの街並みはね、大きな石畳の通りにレンガ造りの建物がいっぱい建っててさ、もちろん住んでる人たちもいっぱいいて、すっごく賑やかなところだったんだよ。ね、トゥルーデ。ああ、騒がしい街の中にあっても人々の笑顔があふれていた幸せな街だった。あのネウロイどもが襲ってくるまではな。そんな平和だったカールスラントも今やネウロイたちの勢力下に落ちてしまったと。私たちの故郷カールスラントにあんな忌々しい巣を築くなんて絶対許すわけにはいかない。うん、私たちがネウロイをやっつけないとね。バルクホルン隊員、ハルトマン注意、私たちも手伝いますね、ヨシカちゃん。ああ、もちろんだよ。ああ、ありがとう。お前たちと一緒なら私も心強いぞ。宮藤、リーネ、一緒に頑張ろうな。はいはい何だ、敵襲か。哨戒部隊から入電。飛行中のグラフチェッペリンらしき大型ネウロイと多数の小型ネウロイを確認。待機中のウィッチーズは直ちにガンルームに集合してください。現れたね。よし、我々も行くぞ。ははい私たちも行きましょう、ヨシカちゃん。うん、急ごう。急げ、二人とも。はい。改めて状況を説明する。紹介中のサーニャ・エイラ隊が洋上にてグラフ・ツェッペリンを発見。現在護衛の小型ネウロイが多いので距離を置いて接敵中だ。さっきペリーヌさんからも連絡が入ったわ。天城に向かって接近しているネウロイたちと交戦中らしいの。私たちはそちらの援護に向かうわ。よし、出るぞ。遅れるな。了解。坂本少佐、前方に多数のネウロイが。ああ、我々を待ち構えていたようだな。あの先にグラフ・ツェッペリンがいるんですね。ああ、油断するな。行くぞ。了解。邪魔をするな。やったか？手強かったですね。あと追いかけましょう。坂本さん、リーネ。ああ。